ミーターズはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズの R&B バンド。ニューオーリンズファンクサウンドを生み出した第一人者的存在である。代表曲はシシー・ストラットなど。ミーターズの前身は1960年代中盤にアートが結成したアートネビルザ・サウンズだった。このバンドには当初アート、レオのセンテリ、ジョージ・ポーター・ジュニアと共に アーロン・ネビル、チャールズ・ネビルが参加していたが、彼らが抜けて、ドラムズに、ジョー、ジガブーモデリストが加入し、名前をミー,イーターズに変更した。レコードデビュー前、彼らは、アラン・トゥーさんとマーシャル・シホーンが経営する、サンスレコードのスタジオミュージシャンとして活躍するようになっていた。リードオーシーの曲のバックで演奏もしている。1968年11月、 上ー,ーレイベルよりシングルソフィスティケーテッド CC シシでデビュー。翌年、アルバムザ・ミーターズをリリースした。1972年、リプリーズレコードへ移籍。第一弾作品キャベツアレーをリリース。1973年、ミーターズが全面参加したドクタージョンのアルバムインザ・ライトプレイスがリリースされた。ドクタージョンが 翌1974年に発表したアルバムデスティブリー・ボナルーにも引き続き全面参加。1975年頃シリル・ネビルがメンバーに加入。同年アルバムファイア・オン・ザ・バイユーをリリースした。1975年、1976年のローリング・ストーンズのツアーの前座に抜擢される。また、ロバート・パーマーのアルバムに演奏で参加した。 1977年、バンド改ざん。アートとシリルは、他のネビル家の兄弟たちと共にネビル・ブラザーズを結成して活動するようになった。1989年のニューオーリンズ・ジャズ・フェスにおける、非公式なジャムセッションの後、バンドが再結成される。モデリストは、再結成には参加せず、代わりに、ラッセル・バティストが加わった。1991年に、 リリースされたロビー・ロバートソンのアルバムストーリービルにはバティスト加入後のミーターズの全メンバーが参加した曲号バックツー・ユー・アウッツが収録された。また、1993年にはこのメンバーで来日公演を行っている。1994年、ノセンテリが脱退して公認にブライアン・ストルツが加入した。同年、バンド名をファンキー・ミーターズと変更する。 バンドは現在もこのメンバーで活動している。一方、オリジナルメンバーのミーターズも何度か単発的に再結成されており、こちらは区別するためにオリジナルミーターズと呼ばれている。アートネビルは2006年のオリジナルミーターズ再結成後、再びこのメンバーでやることはないと宣言し、その後は残る3人がザ・ミータ t 面名義で、 ステージに立つなどしていたが、2011年のボナルー・ミュージック・アーツ・フェスティバル、2012年のニューオーリンズのクラブ、ハウリン・ウルフでの公演と、オリジナル・ミーターズは公演を行っている。2007年、ブライアン・ストルツがバンドを脱退し、公認として、アートの息子で、ネビル・ブラザーズ、ダンプスタ・ファンクでの活動でも知られるイアン・ネビルが加入した。2009年7月、 ファンキー・ミーターズは、フジロックフェスティバルへの出演のため、来日を果たした。2011年、イアン・ネビルは、ダンプスター・ファンクでの活動に専念するため、バンドを脱退。ブライアン・ストルツが呼び戻されている。2014年1月、2015年5月、ファンキー・ミーターズが来日。それぞれ大阪、東京での公演が組まれた。一方、ノセンテリは、自身のバンドを、 ミーターズエクスペリエンスと名打ち、ミーターズの楽曲を演目に入れて活動を行っている。2013年1月、2014年10月とこのバンドの来日公演を行われている。再結成後のオリジナルミーターズの活動は在籍期間に入れていない。ありがとうございます。